第一は、あの時の僕は目に見える一つの壁を越えて、見えない壁を感じていた。高速に流れる雲を見つめていた。霧のような雲が晴れて、一面の海が広がる。滑降し始める機体で G を感じながら、タイヤの着地音が響く。両手で顔をはたいて、目尻にぐっと力を込める。空港の滑走路を横目に、遠い昔に見た景色を眺めるような眼差しの翔太郎は、日本の正夏の日差しにシャツの袖をまくった。とうとう帰ってきたな、帰ってこれたんだな、とつぶやいて一つうなずいた。足を引きずりながら、細身の体をゆっくりと動かす翔太郎。苦痛の中に微笑みを浮かべ、トランクに寄りかかりながら、一歩一歩を楽しむように足を運んでいる。入国審査でパスポートを見せ、審査員に感慨深く頭を下げる。帰国団体より少し遅れてゲートを越えた翔太郎に、ストロボとシャッター音が浴びせられた。パシャパシャ、パシャパシャパシャ。ご帰国の感想をどうぞ。マイクを向けられた翔太郎にカメラが寄る。手術は成功したんですよね、駆け寄る記者。まるでガイタレの来日のような大勢の人々に帰国を歓迎され、鳴り響く太鼓やラッパ音の中、ハイタッチと握手は繰り返された。笑顔と泣き顔にまみれながら、一つ一つありがとうを繰り返し、頼りない足を引きずりながら握手やハグを応える翔太郎。